ローが向かった島はエルバフだっていうのを言ったんですね、はい、でその考察がですね早くも外れてそうでして、今ルフィがエッグヘッドに行ったことによって、はい、行きましたね、多分ローをきっとルフィがそれぞれ行った島でこれまで語られなかったワンピースのことをどんどん語ってくると思うんですね。そうなった時に多分エッグヘッド、ハチノス、エルバフそれぞれの島に行ったんじゃないかなと思ったんですね。なんでルフィがエッグヘッドに行った時、これローエルバフに行く確率2分1なんじゃないかと、これは激アツだぞと思ったんですけども、ロッキーポート自体がちょっと小田先生、あれ、蜂の巣っすね。蜂の巣っすね。野田さんの中で、ローは蜂の巣、エルバフの二択だっていうので、その二択を見事外したっぽいっていうことなんですね。これで多分外してますね。なるロッキーポート地点だって舞台が蜂の巣っぽいじゃないですか。希望者のローが行かないことあるかっていう状態になってまして、でも僕はね、まあラジオの時も話したんですけども、ローキッドルフィがそれぞれ行く島を決めた時のあの回、ずっとローが様子がおかしいなと思ってたんですよ。それこそ火の傷の男の話をする時になんか変な顔してましたけど、そもそもその前にそれぞれが真ん中真ん中と言って、ルフィとキッドが真ん中真ん中つって俺は北東だっつってた時に、北東を選んだ理由が一番前に進めるからっていう理由だったんですけども、はい、ロートポーネグリフを手に入れなきゃラフテルに行けないっていう事実が分かってる中で一番前に進めるっていう理由はちょっとアホなんじゃないかっていうので、僕はやっぱ北東を選んだ本当の理由は別の理由があるんじゃないかなと思ったんですね。でその後にキッドが火の傷の男の話をした時にあの顔をしたんで、はい、おいおいローさん、これあなた火の傷の男の方向向かってますよねと、そして僕は火の傷の男イコールサウロだと思ってたもんですから、はい、そしてサウロは巨人族なんで巨人族のいるエルバフにローが行ったんじゃないかなっていう考察をしてたんですけども、はい、これがローが蜂の巣に行くことになると僕の考察全外れという状態にはなっていますね。いやでもその火の傷の男に関してローが意味深な顔をしていることを説明がしにくいんですよね。俺もいろいろ考えたんですけど、あれ例えばスコッパーギャバン説とか、ね、元ロジャー海賊団説とかっていろいろあるんですけど、ローのあの顔だけは説明できない。でそれを俺は避けるようにこう考察してたんですけど、今の野田さんの話聞くと火の傷の男に向かってる、うん、間違いないと思うんですよね、はい、それを分かってるからあの表情になったっていうのは一番俺の中では気持ちいい落としどころって感じはしますけどね。でしかもその後ロビンのあのコマもあったもんですから、サウロ激アツじゃないですかと思ったんですけど、はい、一応まだ一応ちょっとわずかな可能性は残っているんですけども、はい、それが G14 支部 G14 で蜂の巣行こうぜとヘルメッポがみんなを誘うシーンがあるんですけども、はい、ありました。あそこでヘルメッポがこの G14 はエッグヘッドも近いって言うんですよ。で話の流れから言うと蜂の巣も近いしエッグヘッドも近いって意味だと思うんですよね G14 は。と考えると、はい、島の並び的にはエッグヘッド蜂の巣の真ん中に G14 があるという方を考えると、位置関係的にはキッドが向かった方向の島になるわけだと思うんですよね。っていうわずかな希望にまだすがっておりまして、そのわずかな希望のみでまだ諦めきれない、まだ諦めきってないのと強いて言うなら、はい、まあ、2年前のローが海軍もビビる蜂の巣に行って、まあ海賊100個の心臓取れんのかなっていうのは1個ありますよね。蜂の巣まで行ったんかいってのもあるし、それはローが蜂の巣に行ったらやっぱり今のワンピースのスピード感で言うと、もう小原の考察とか火の傷の男イコールサウルは消えちゃうんですから、まだ消えないんじゃないですか、ワンちゃんだって。小原に地下があるのは僕はもうそれはもう確定にしてくれよと、はい、ちょっと思ってるんですよ、はい、っていうのもやっぱ今回ウラノスのようなものが現れたじゃないですか、まだ確定してませんけども、で島一つ破壊した時にやっぱみんな思ったと思うんですけども、やっぱ小原になんで使わねえんだとやっぱ疑問が持ったと思うんですけども、やっぱ俺は小原の本を守りたかったっていうのと、小原の地下に何かあるから使わなかった説を推してるんですね。だから小原にウラノスを使わなかった、でまだ希望だからちょっと半分ぐらいもうちょっとサウロ捨ててるんですけど、でもちょっと小原だけは生き残ってくれよって、小原の地下だけは生き残ってくれよっていう。でもそのエッグヘッドで起こることは多分悪魔の実の詳細については分かることがまず一致だと思うんですよね。であとベガパンクの技術が月の技術から来てるんで、しかしたら月について触れてくれるのかもしれないっていう
のがあって、蜂の巣なんですけども、やっぱ蜂の巣行ったら、さすがにデイビーバックファイトは起きるんじゃねえかなっては思ってるんですけども、まあ、発祥の地ですもんね。デイビーバックファイトを消化しないと蜂の巣で。この後の物語がどういう風に進んでいくかを考えるときに、物語の骨格のリンクみたいな話を、まあ自分のライブ配信でよくするんですけど、今回のエッグヘッド編って何に似てるかっていうと、やっぱパンクハザード編で、エッグヘッド編の前にはワノ国編がありました。で、パンクハザード編の前には魚人島編がありましたってなってて、うん、この魚人島の終わり、ワノ国編の終わり、どっちもカリブーが古代兵器に関することを盗み聞き、どっちもしてるっていうリンクがまずあって。うわ、してるわ。その後に、魚人島編では3つのログポース、新世界のログポースはこういうものなんだって言って、真ん中の針にルフィが興味を示すっていうのも、どっちにも物語にも。本当だわ。あり、さらに魚人島編では、この先は新世界だ、シャンクスのいる海だなって、シャンクスを思い出すシーンがあるんですけど、こっちにも緑牛の覇王色で懐かしい顔が浮かんだって言って、シャンクスを思い出すシーンで。びっしりリンクしてますね。びっしりリンクしてて、で、その後に魚人島編はパンクハザードに行くじゃないですか。ワノ国はエッグヘッドに行って、で、しかも氷の国とか、その辺もなんかリンクがありそう。で、こっちではシーザーを誘拐するっていうのがあるんで、もしかしたらベガパンク誘拐するとかっていうのが、俺の中ではあるんじゃないかと思ってて、で、こういう見方で言うと、じゃあ、パンクハザード編この後、どうなっていったんだっていうのを考えると、蜂の巣に行くのか、エルバフに行くのか、この後ドレスローザーにパンクハザード編の後は行くんで、なんかその辺をもう一回見直すと、うん、なんかヒントありそうな感じしますけどね。ローがどういう活躍するのかとか。あとちょっと思ったのは、ワンピース16好きじゃないですか、数字で。今 G14 支部じゃないですか。もしかして G16 までなんじゃないかなと思ったんですね。なるほど。そう考えると、うん、もうだいぶ後半の海じゃないですか。15、16って繋がっていった時に、これワンチャンロードスタート16支部の可能性あるんじゃねえかなって思って、ロジャーが降りた時にここがラフテルじゃないって気づいたっていうんですけども、はい、ラフテルじゃないって気づくって結構難しいことじゃないですか、実は。ああ、そう。これが一発で分かるって、海部の支部だったら一発で分かると思うんですよね。なるほど。だとしたら G16 こそがロードスタートで、ロジャーは海軍がいることに気づいて引き返したんじゃないかなっていう思ったんですけど、まあ何の確証もないですけども。いやいや、でも、16っていう数字に小田先生が何を込めてるかっていうと、俺の中では神とか天竜人とかそういうことだと思うんですよね。で、今回もウラヌスの攻撃が16本の光に見えるっていうのもあったり、うん、はい、天竜人が16発弾を撃ち込んで奴隷を殺したとかっていうのも、うん、で、あとはあのドフラミンゴの16発の凶弾もあったんで、はい、天竜人とか神があるんで、16支部はだから海軍だけだとなんかちょっとあれなんじゃないですかね。天竜人も関わる、政府に関わるものとかだったら結構激アツかもしれないです。まあ何にせよちょっともうエルファブがもう怖い。俺もう毎週怖いですよ、もう。自分の考察がどこで死んじゃうかっていうのが、ちょっと近場の考察するとすぐ答えわかるから怖いっすね。いや、エルワフって意外に行ってやることねえんじゃねえかなっても思ったんですよ、降り立っても。まあウソップが行きたがってたと、あと、まあ、ロキっていうやつがいるっていうと、はい、あとなんかでっかい木があるので、なんかそれで処理するのかなと思ったんですけども、なんかあんまもう一個ぐらいないと厳しいんじゃねえかなと思って、オハラサウロがいるがちょうどいいんじゃねえかなと思ったんですけど、はいはい、違うかこれ。ルフィがエッグヘッドの後にエルバフ行くパターンもあるかもしれないじゃないですか。そこでサウルと出会うとか。やっぱりローが行かないと。ローが行くんじゃねえか。やっぱ火の傷の男だと思うと、ローが火の傷の男を見つけない厳しい気がするんですよね。そうかそうか。あの表情がそれだと回収できないってことなんですね。うん、全部が覆っちゃうっていう。僕はちょっとそれをローが不穏だったっていう。もうローが同盟を破棄してるし、一番最初に。だからまあ、ローが火の傷の男を見つけて、ローはそれによって、でロードポーネグリフの見つけるのか、もしくは読み方が分かるのかする。でローは行く方法を見つける。キットはなんとなくもしかしたら三つ目族関係なんじゃないかなとは思ってるんですよね。何の確証もないんですけども、はい、ただ考察ってむずいっすわ。外れまくってますよね。もうだから外れたことはあんま言わない方がいいのかな。占い師と同じっすねこれね。いやでもなんか考察好きにも2種類いて、本当に当ててほしい人とか、うん、当たった外れたを気にする人もいれば、このチャンネルの視聴者の方とか俺も含めてですけど、はい、当たろうが外れようがその回までの根拠で納得できるもの、ワクワクできるものっていうのが楽しいっていう視聴者が今集まってると思うんで、野田さんの話なんてめちゃめちゃ大好物だと思うんですよ。みんなこれが仮に外れようが、この時点でこういう根拠集めてそう考えたっていうのがもう全部筋が通ってるんで、めちゃめちゃ嬉しいこと言ってます。